こんにちは、久崎です。本日はロッテのルーキー選手の1年目についてお話ししたいなと思います。もちろん1年目ですので現時点の評価は難しいんです。投手で体作り優先だったり、怪我で2軍出場がない選手が来季から一気に出てくるということも全然あります。なので現時点の評価はつけないつもりでいますが、彼らの1軍2軍でどういう現状なのかお話ししたいなと思います。まずは1位、規格外の怪物佐々木朗希選手。高校時代、大船渡高校で163キロをマークし、大注目を浴びた令和の怪物。190センチの高身長から投げ下ろす最速163キロの直球。平均的に153キロ、4キロ近辺を計測します。スライダーやフォーク、カーブなど三振を奪う球も投げられ、打力や走力も注目された、もう本当に怪物です。大船渡高校で県大会で多くのイニングを投げてきたこともあって、決勝では登板回避したことや、度重なる怪我、日本代表に選ばれながら登板は少なかったんです。まあそういう登板回避ということもありますので、果たしてプロになってから投げられるのかどうか、まあ今後も怪我が続いてしまうんじゃないかという懸念があった中でも4球団に指名され、ロッテが獲得。前年度の藤原選手に引き続き、強豪指名で引き当てることができました。今季はファームで体作りから実践ではなく、吉井コーチら一軍首脳陣の管理のもと、実戦登板はなく一軍帯同をさせながら体作り。入団前と比べると体が大きくなったように見え、まあ公式がたまに上げるキャッチボールなどの動画でもうとんでもないスピードなのがもう随所にわかります。早い段階でシート打撃で160キロを計測も、まあその後張りが出たということもありましたし、本当にじっくり、まだキャッチボールの距離を伸ばしていく段階とのことです。まあ早く見たい気持ちももちろんありますが、じっくりと待っていきましょう。なんとか申し上げているように、まあ私個人としても今年実戦登板があるとは思っておらず、まあ、あっても1試合ぐらいじゃないかなと思っていました。まあとんでもない怪物なのは分かっていますし、怪我なく来季は登板を目指したいところです。そして2位、佐藤俊也選手。俊足強肩、強打のキャッチャーで日本代表にもたびたび選ばれていた選手。先輩の甲斐野選手、梅津選手、上茶谷選手らを引っ張ってきた経験豊富で、国際大会では郡司選手や海野選手らと競争、出場機会のための外野などの経験もあります。柔らかい打撃も売りで、逆方向にもしっかりと飛ばすことができます。練習試合でアーチを量産し、猛アピールすると開幕一軍。正捕手には田村選手がいたこと、チームの上位争いでルーキー捕手を積極的にスタメンとは起用しづらかった部分もあって、基本は代打。開幕一軍ながら打席はあまりなかったのですが、2打席目でサヨナラ安打で初ヒットなど、勝負強さ、スター性も持ち合わせている選手。練習試合で則本選手のストレートを捉えてホームランを放ちました。ルーキーながら代打の切り札として積極的に起用。点差がついた時にはキャッチャーとしても出場しました。本当に田村選手が出ずっぱりだったのと、順位争いがゆえスタメン出場は少なく、彼の離脱の際にも江村選手や柿沼選手の起用がほとんど。まあ柿沼選手の打撃不振もあり、佐藤選手の起用を望む声も多かったですし、事実来季以降のことを考えるともっと守らせたかったところはあります。もちろんキャッチャーの守備面には我々に見えない部分があるので仕方ないとは思いますので、まあ一概にこれが悪いというつもりはございません。コロナで離脱者が出てしまったことや、打線でも苦しい中で、まあ、彼が DH として使われたり、打撃の期待は大変大きく、最終盤にマルチヒット。当初高かった得点圏打率は1割4分7厘まで落ちてしまったのですが、スライダーやシュートといった変化球も多く捉えてきました。ストレートも2割7分6厘ではありますが、四死球も取れたり長打も打てていますし、打力は本当に期待通りで、まあ、代打で終盤で起用されると本当に相手のピッチャーも一戦級ということもある中で、ストレートをしっかりと仕留める力があるというのは魅力です。来オフには田村選手も FA の可能性があります。本来は今季2軍で多く守備で経験し、まあ、来季1軍でもスタメン起用、そして田村選手を脅かす存在なんていう成長があったらいいなと個人的には思っていましたが、まあ今季の順位争い、まあ、さらに彼の打力というのが本当にチームに不可欠な存在になったので、まあそういう運用にはなりませんでした。まあ来季1軍か2軍かどうかはまだまだ分かりませんが、とにかくキャッチャーとしての起用がもっともっとあるといいなと思っています。そして高部選手、俊足高打かつパンチ力を秘めた超積極的打者。東都2部で129安打を放ち、記録を更新したヒットメーカー。キャンプの8次戦でいきなりマルチヒット、さらに俊足ぶりで盗塁、そして長打も放ちながら骨折が発覚し手術。いきなり苦しいスタートで佐藤選手らがアピールする中、まあ焦りもあったとは思いますが、延期に伴い開幕から2軍で多く出場。とにかく超積極的な打者で、初球からガンガン仕掛けていきます。変化球の適応には
かなり苦しんでいる印象もあって、まあ、特に最初は本当に大丈夫かなと思うくらい苦しんでいました。しかしストレートの強さというのは素晴らしく、最初は合っていなくても次の打席で合わせたり、だんだん変化球への適応もしてきた印象があります。安定してヒットを放つ打者ではありますが、良い時に続けて固め打ちするタイプでもあります。西武戦では5打数5安打など4月に大暴れ、その後怪我かわからないのですが、ダイソー守備での起用も増えたのですが、9月は再び打席に多く立ち、月間4割3分1厘4二塁打。もちろん単打しか打てないというわけではなく、外野の間を抜いたり強い打球も放てますし、何より盗塁もできるのでシングルヒットも長打にしてしまいます。不調時期は初球からポップフライだったりあっさり量産したり、まあ、一軍デビューを経験も苦しかったのですが、たくさん経験することができた1年目。課題は変化球への適応だと思っていますが、来季の外野を脅かす存在になれるか大変期待しています。まあ、ただ一つ心配なのは、かなり積極的で、まあ凡退する時の打席内容が、まあ、どうだったのかと思われる打席も多いので、一軍だと少しヘイトを試そうというか、まあ、そういう枠になってしまうんじゃないかと今の段階では心配しています。そして4位、横山選手。最速148キロの速球を持つサイドスロー、スライダーやチェンジアップに近い球を投げ、佐々木選手にばかり注目があったのですが、その中でもしっかりと体作りし、早い段階で2軍登板。特に6月の一番最初の練習試合で先発デビュー、失点もあったのですが、1回1失点で終えたのは十分すぎるかなと思います。その後日本ハム相手に3三振など制球で大暴れせず、144キロの直球で押せていました。その後中継ぎ中心、先発でも短いイニングで登板など、いろんな形で起用されました。7月は登板3試合で連続失点もしてしまったのですが、その後は8、9月は3試合で無失点、10月も当初は無失点も終盤の2イニング、さらに先発としては失点が目立ってしまいました。ただ高卒1年目で投げられ、左のインコースもつけます。デッドボールもありましたが、左打者の外に逃げる落ちる球もあります。フェニックスでも先発し、失点もありましたが三振も奪えていて、経験もできた1年目、個人的には先発で期待している存在、来季は2軍でローテを回す存在になってもらいたいなと思っています。そして5位、福田光輝選手。大阪桐蔭高校出身で DeNA に指名された青柳選手とチームメイトでした。大学時代は高い守備力や柔らかい打撃、フルスイングが魅力の内野手、強肩で総合力の高さが期待。まあ4年時に多くショートとしても守ってはいましたが、プロに入ってからショートというよりは、まあ、内野3塁かなというふうに予想していました。まあ、開幕前に期待は大変大きく、開幕1軍当初はロッテ全体が2番3番打者に苦しんでいて、安田選手とともに3番としても起用される試合があったのですが、ストレートにある程度良さを見せられたものの、変化球への適応、1軍レベルの投手にはかなり苦しんでしまって、長期的に2軍出場、高い守備力も期待をされていましたが、ショートとしての出場自体はほとんどなく、セカンドサードが中心、肩は強く失策も少ない。ただ無難ではあるんですが、セカンドに関しては少し不安に思う時もあります。三塁は全体的に安定している印象があります。まあ、前者は見れているわけではないので何とも言えないのですが、今年は攻守ともに若干壁にぶち当たった印象もあります。中村選手と藤岡選手以降の二遊間でかなり苦しむロッテ、まあ、来季は小川選手も入る中で、茶谷選手や西巻選手、平沢大河選手、松田選手らとともに、まあ、ショート含めて内野で争うことが必要になるかなと思います。そして本前選手。指名前はあまり知らなかった選手ですが、最速149キロの直球とスライダーが武器の投手、躍動感があり、ほとんど同じ投げ方でストレートとスライダーを投げているんじゃないかなと思っていて、7月中盤からは実戦登板し、当初は失点もありましたが、8月中盤から再び先発、当初は4イニングで三振も奪い、9月11日のヤクルト戦では6回7奪三振無失点、10月の DeNA 戦でも 6.1 回6奪三振無失点、4試合連続で6回まで投げ無失点で、本当に素晴らしく、制球からもあまり崩れる印象はなくて三振も奪えます。ゆったりとしたフォームから速球も速く、牽制などもうまくて、総合力が本当に高いなと思います。フェニックスでも149キロを計測、支配下契約に非常に近い存在だと思っていますし、まあ、今後かまた来季開幕前のアピール次第で支配下契約となるんじゃないかなと思っています。そして上田選手、指名まで全く知りませんでした。大学時代は同級生に郡司選手がいたことや、4年時にトミー・ジョン手術も経験しており、出場自体がほとんどなくリハビリ中の指名、大学通算1安打で指名されました。上位指名で正捕手候補の佐藤選手、正捕手田村選手、2番手柿沼選手という体制の中、ファームで江村選手や吉田選手、宗次選手、ベテラン細川選手という体制で、まあ細川選手に関してはあまり出ていなかった中で、キャッチャーの数が大事で、まあ、守備に定評のある強肩のキャッチャーを獲得、山田孝之さんに似た風貌でも話題になりました。2軍で打席数は少なかったのですが、守備で多く出場、まあ、私もそこまで見たことがあるわけではないのですが、まあ、守備では比較的安定してるんじゃないかなと思っていて、オフには筒香選手と自主トレの
など、まあ正直謎もある存在です。来季打撃含めファームでまずはスタメン出場を増やしたいところです。全体として1位でとんでもない怪物を獲得し、彼をじっくり育成している最中、大卒野手も1軍で戦い抜いたり、2軍で結果を残したり、少し壁にぶつかったり、若干明暗も分かれつつありますが、まだ1年目、これからです。まあ1年間戦い抜いた佐藤選手も来季2軍で長期的という可能性も全然あると思いますし、もうそれもそれで一つ良いかなというふうに思っています。まあ横山選手も早い段階から登板でき、何より本前選手、本当に楽しみでほじっています。まあ育成選手から、来季ローテーションなんていう可能性もゼロではないかなと思っています。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。